では非常に抵抗感あると思うんですけれども、これだけはクリアしないとなかなか入門書をスムーズに読めなくなってしまうので、言葉は何回もですね、こう反省して覚えておいてください。では、いよいよその専門用語を使っていきながら、少しですね、解説していこうと思います。JavaScript の基本を知ろうということで、テキストは36ページ目のところですね。注意を促すアラートボックスを表示するというスクリプトなんですけれども、まず JavaScript を学習するときにはですね、すごく必要なものは少ないです。エディターソフトとそれからブラウザーソフトの2つだけがあれば学習することができます。これが PHP とか Ruby とか Java とかになるとウェブサーバーが必要ですとかデータベースが必要ですみたいな感じで最初の準備が非常に大変なんですけれども、JavaScript はエディターとブラウザーさえあれば、作ることができます。ではちょっと、ライブの、デモをしていきますね。で僕の場合最近はこの Mac を使っていますので、コーダというパニックという、メーカーが出している、9000いくらのエディターを使っています。でもちろん何でも結構です。ドリーミーバーでもいいですし、 Windows の方はヒデマルとかイメージターとかいろんなエディターがあります。ただぜひですね、ちょっと有料のエディターソフトを1本買っていただいて学習していただいた方がいいと思います。というのは無料のメモ帳とかですね、テキストエディットとかああいったものっていうのは今こちら見ていただいて分かる通り色分けがされているんですけれども、そういったものをする機能がなかったりします。ある機能もあるソフトもあるんですけれども、でそういったその補助機能を使ってあげた方が逆に学習ってスムーズに進みますので、ぜひですね、最初にちょこっとだけお金をかけていただいた方がいいんじゃないかな、私は考えます。ではこちらのコーダでいきます。まず、必要なものとしましては、HTML の、こういった基本的なタグですね。で、何でも結構です、もちろんこういった普通の HTML5 のタグを書いていただいて、でもこれでですね、して、で、あとは必要なものっていうのは、ここに、スキリプトというタグを書いてあります。そうですね。はい。で、HTML5 の場合は、スクリプトタグには、必須属性が一つもないんですけど、XHTML とかの場合はタイプ属性が必要です。で、私はこのタイプ属性はあまり省略しません。というのはですね、これ例えばコーダの、ソフトの場合、スクリプトタグだけだとこの後書いていくとこう色分けがされないんですね。だけど、ここにタイプイコールテキスト JavaScript という属性を書いてあげると、このように色分けがされるというふうに、まあ、ちょっとまだコーダは HTML5 にきちんと対応してないソフトなので、僕はこの属性は省略しないですね。皆さんはお好きにしていただいて構いません。では、これで今 JavaScript を書いてみました。テキスト36ページ目にあるスクリプトですね。ちょっとパソコンある方はぜひパタパタっと打ってみてください。まあ、HTML のタグあってもなくても構わないので、何もない、まあ、隠しの状態で書いていただいても構いません。で、僕はですね、ちょっと見た目がこのままだと非常に見ていただくとこう真っ白でしょぼいので、あらかじめ少しこうデザインをした、ページを準備しました。こんな感じのものを準備したので、ここに書いていきますね。スクリプト。で、タグイコール、テキスト、ジャバスクリプトと、で、ウィンドウドットして、アラート、カットして、保存しましたですね。はい、で、作る。ということなんですけれども、さあ、これちょっと動作させてみます。で、動作させるときですね、この後少しお話ししますが、ぜひ、しばらくの間は Firefox を使ってあげてください。Google Chrome とかを僕は使うこともあるんですけれども、この後紹介する Firebug というソフトがですね、非常に強力なので、学習するときは Firefox を使っていただくのが、今のところは一番ベストかなというふうに考えます。はい、これで今 Firefox で表示しました。では、実行してみます。リロードですね。するとこのように保存しましたという警告ウィンドウみたいなものが出てきます。これが JavaScript の一番基本的なスクリプトですね。警告ウィンドウを出すというものなんですが、ちょっとですね、今書いたスクリプトの内容を見ていきましょう。ウィンドウドットしてアラートで括弧してシングルクォーテーションですね。そして保存しましたの後にシングルクォーテーション括弧閉じてセミコロンという記号が書かれています。まあ、ちょっとでもこうスクリプト学習したことがある方はこの辺のドットとか括弧の開きとかシングルクォーテーションみたいな記号って見覚えあると思うんですけれども、大体のスクリプト言語にはこういった記号が出てきます。で、先ほどご紹介した専門用語ですね、もう一度ちょっと思い出してください。いきます。
まずウィンドウ、これがオブジェクトです。オブジェクトは卵とかに当たるものですかね。なので材料です。で、今回の場合、警告ウィンドウを出すというものなんですけれども、その警告ウィンドウを出すときに、その対象となるものがあります。ウィンドウですね、グラウンダー自身なんですが、それが今、オブジェクトとして指定されています。で、オブジェクトに対して、ドットをつけることで、メソッド、またはプロパティを指定することができます。で、ここで、アラートと書いてあるのは、これ、メソッドです。アラートというのは、これ英語で一般的にアラートを出すみたいな感じで、その警告という意味がありますけれども、ウィンドウというオブジェクトに対して、警告ウィンドウを出してくださいという、その力を与えているわけですね。これがメソッドです。そして、メソッドだけだと一体どういうメッセージをその、警告ウィンドウを出すのかというのが分かりませんので、それを指定するのがこちらのパラメータというものです。パラメータに保存しました。いう一つ指定されていますので、それによってこのスクリプト全体ではウィンドウに対して保存しましたというメッセージをアラートウィンドウで出してくださいねっていう意味になっているわけです。で、スクリプトというのは必ず日本語とそれに対する JavaScript のスクリプトというのがあります。つまりプログラマーっていうのは翻訳家なんですね。僕らが考えたことをその仕様書みたいなものにまとめて日本語でまとめましょう。まとめたものを、僕らは、その JavaScript という言語に翻訳をして書いているっていう翻訳家に近いものです。なので、JavaScript の学習はですね、いくらこう勉強してもわかんないっていうのは外国語を勉強するのと同じなので何回も何回も訓練しなければ絶対にこう覚えることができないんですね。で、逆に、外国語を喋れる方がいたら分かるかもしれないですが、一つ壁を越えてしまうと、そこから先はすごく楽になります。JavaScript が理解できると、PHP もすぐに書けるようになりますし、Ruby もすぐに書けるようになります。なので、この最初の壁だけですね、ぜひ頑張って越えていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、では、この、Windows.Alert でもうちょっと遊んでみることにしましょう。次のですね、52ページ目ご覧ください。はい、まあ、保存しましたというメッセージを出したいということであれば JavaScript を使う必要なんか全くないんですけれども、例えば JavaScript を使うメリットとしてはですね、コンピューターというのは計算機ですので計算がすごく早いです。なので例えばですね、ここにこのように書いてみましょう。1+2、皆さんももし打ってる方がいましたら私と同じように打ってみてください。 window.alert と1+2ですね。で、その時、先ほどまで両端にあったシングルコーテーションを取ってあげてください。なので、カッコしてすぐに1+2ですね。はい。では、これを動かすと何が起こるでしょうというところなんですが、ぜひですね、学習するときにちょっとだけ、動かす前に何が起こるか考えてから動かしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。実際やってみます。これは 1+2 なので当然のことながらこのように3というメッセージが出るわけですね。はい、計算をしてくれたわけです。なのでもっともっと難しい計算ができますね。例えばですね、じゃあ365×24×60×60 で、今ですね、ここに、かけるっていう意味で、変な記号を書きました。アスタリスクという記号を書いたんですけれども、日本人は掛け算の時に、×を使うんですね。かけるっていうこの記号を使うんですけれども、スクリプトの世界ではこの記号は使われません。必ずアスタリスクを使います。次のテキスト53ページ目の左下のところに書いてあるんですけれども、足し算引き算、そこまでは、同じです。プラスとマイナスを使うんですが、掛け算はアスタリスクを使います。そして割り算はスラッシュを使います。で、ちょっと見慣れない乗与算という割り算をした余りを得る、パーセントというのもあるんですが、これはちょっと今日は扱いません。まあ、とにかく掛け算と割り算はアスタリスクとスラッシュということで記号が変わりますので気をつけてください。では、この計算結果一体何が出るかといいますと、はい、315360ということで、これは1年間の秒数を計算したということですね。こんなこともコンピューターであれば非常に、早くできます。で、なぜですね、このプログラム、先ほどと違って両端にシングルコーテーションがなかったのかということなんですけれども、このシングルコーテーションには非常に大きな意味があります。
例えば今のこのスクリプトの両端にシングルコーテーションをつけてみます。そうすると動きが全く変わってくるんですね。英語だけ言います。これでね、はい、そうしますと365×24×60×60 というふうにそのまま出てきました。で、僕らはですね、この一文を見たときにシングルコーテーションが両端にあろうがなかろうが 365×24×60×60 なので何か計算式なんだなというふうに思えると思うんですけれども、コンピューターにとってはこれが計算式なのかそれともそのまま出すメッセージなのかというのは見分けがつきません。なのでそれを見分けるためにこのシングルコーテーションというのが必要になってくるんですね。シングルコーテーションをつければそれはそのまま表示してくださいという意味になります。そしてこれを外せばこの計算式を計算してその結果を出してくださいという意味になります。このようにスクリプトというのはちょっとした記号一つあるかないかだけで動きがガラッと変わってしまいますので、気をつけて、一つ一つの文字をですね、間違えないように打ち込んでください。で、例えば、ここのですね、セミコロンというのは非常によく間違いやすいんですけれども、セミコロンのこれですね、あの足があるセミコロンの方です。コロンではありませんのでこの辺も気をつけながら打たないといけません。なのでおすすめしたいのがですね、フォントをぜひ選んでください。フォントを選ぶのと文字の大きさを大きくしてあげてください。よく初心者の方、僕よく学校でこう講師をやってるので生徒さんによく注意してあげるんですけれども、すごくちっちゃな文字で学習される方がいるんですが、そうするとちっちゃな文字の見分けがつきにくいんですね。そしてフォントを適当なものを選んでしまいますと、例えば今ここ、0って出てますけれども、はい、0の中に点があります。なのでこれ0であることがすごくよくわかるんですね。大文字の O を打つと全然違う、記号になります。なのですごく見分けがつきやすいです。これパニックサンズといって、このコーダっていうソフトを使うとついてくるフォントなんですけれども、これ僕好きで最近使っています。あとちょっと一昔前はですね、よくセミナーでもご紹介してたんですが、これもコラボメールでお送りしますね。インフォンソラタっていう、無料のフォントが、配布されています。これもプログラムを作るときに非常に見やすいフォントなので、 Windows の方とかですね、あとはこのコーダを買わないっていう方はこれを選ぶといいと思います。 MS ゴシックとかはですね、できればやめていただいた方がいいです。O と0がすごく見分けがつきにくいので、ぜひフォントは変更して文字の大きさも変更してあげてください。はい、ということでこの、スクリプトというのは一つの記号がすごく重要な意味を持つということは覚えておいていただくといいと思います。さあ、では次に進みましょう。で、ちょっとテキスト戻っていただいて23ページ目のところですね。谷口さん、今使ってるエディターって何ですかっていう質問が。これコーダっていう。コーダ。はい、コーダですね。パニックソフトっていうところが出している Mac 用のエディターソフトになります。Mac 版しかないですよね。Mac 版しかないです、ね。はい、ありがとうございます。はい、こういったソフトになります。まあ、ドリームイバーでもちろん全然構いません。僕今ちょっと重たいのでコーダーを使ってるんですけれども、ドリームイバーでも、全然、問題ありません。谷口さん的に Windows でおすすめのエディターはありますか？最近使ってないので全然わからないですけどね、N エディターというソフトを、N エディター、はい、僕は昔は使ってました、はい、もうちょっと10年ぐらい前とかなんですけども。わかりました、ありがとうございます。で、そうですね、スクリプトをこう気をつけて書いていただきたいんですけれども、とはいえやっぱり書き間違えることっていうのはよくあります。例えばこれですね、少し今、わざと書き間違えてみました、どこを書き間違えたかということなんですけれども、その時にですね、じゃあちょっと動かしてみましょう、なんかうまく動かないということがよくあるんですね。で、その時にやはりスクリプトを学習されている方っていうのはもうここで、心が折れてしまってもう学習できないということになってしまうんですけれども、これってプログラマーもすごく日常的にですね、よく出会っていることです。プログラムが正常に動かない、一発で動くことなんてまずないので、っていうのはまあ私がうまくないのかもしれないんですけど、一発で動くことっていうのはなかなかないので、そうではなくてうまく動かなかった時にそれをどうリカバリーするかっていう方がスクリプトを組む時には重要だったりします。で、その時にぜひ使っていただきたいのが、先ほども少し出てきましたが、こちらの Firefox というブラウザ、そして Firefox に、入れられるプラグインに Firebug というのがあります。まあ、HTML、CSS 書いてる方は結構私使ってますという方はいらっしゃると思うんですけれども、このソフトですね、実はその HTML、CSS 以外にもめちゃくちゃ便利な機能がいっぱい入ってます。
なので、これぜひインストールしてあげてください。で、Firefox、今も入れてあるので、ここにありますね。インストールしたら一度再起動します。そして、この右上のところ、このボタンをクリックしてあげます。西のマークですね。そうしますと、ブラウザーの下半分が Firebug のソフトになります。で普段ですね、皆さん HTML、CSS 書かれている方がよく使うのは、この HTML というパーツと CSS というこのパーツをよく使われると思うんですが、僕らプログラマーが非常によく使うのは、一番左のこのコンソールというのと、その CSS の次にあるスクリプトというこちらのタブです。でそれぞれですね、コンソールもスクリプトも両方とも最初無効化されていますので、こちらを、有効化して、再読み込みをしてから、使い始めていきます。さあ、ではもう出てるんですけれども、一度このうまく動かない、スクリプトを見てみましょう。ポチッとします。うまく動きませんということがわかるんですが、この Firebug というソフトを入れれば、この下のところにですね、赤い何かが出てきます。window.alert が、is not a function ということで、ファンクションというのは、機能というようなことで、コンピューターの様々な機能ですね。で、window.alert というのは、コンピューターの機能ではないですよというようなメッセージが出てるんですが、じゃあ何を、間違えているのかというと、実はこのアラートの ALA のところの A が、本当は E なんですけれども、スペルミスをしているんですね。という形で、Firebug というのを使ってあげると、どこにその間違いがあるかということを教えてくれますので、非常にエラーを、探しやすくなります。でまあ、見るのも少し工夫といいますか、慣れが必要なんですが、少しずつこう慣れていくとですね、非常に役立ちますので、ぜひこの Firebug を使ってあげてください。はい、でちょっともしコンピューターもしお持ちの方はですね、でもちょっと今日はダウンロードすると厳しいかもしれないので、ご自宅帰ってやっていただくといいかもしれません。Firebug ぐらいだったらダウンロードしていただいてもいいかもしれませんので、Firefox は持っているよという方は Firebug ちょっと入れてみていただいて、少しですね、触り心地を確かめてみてください。はい。で、テキストしかお持ちじゃないよという方は、次のところをちょっと予習してみてください。テキスト57ページ目のところですね。先ほどのこの window.alert で遊んでみましょう。例えばですね、今文字、メッセージが表示できました。計算結果も表示できました。もう一つ、例えば今日の日付を教えてとか今の時間を教えてっていうことをコンピューターに依頼することもできます。でちょっとですね、このプログラムは難しいので飛ばし気味に行きます。57ページ目のプログラムをご覧ください。バーと書いて、now と書いて、イコール、new と書きますね。で、date と書きます。これちょっと今日の、段階では決まり文句だと思っていただくといいと思います。本当はすごく意味があるんですけれども、ちょっとそれの説明難しいので、ここでは飛ばしちゃいます。で、次にバーと書いて、hour と書いて、イコールが now.getHours、カコカコですね。で、これがですね、今の時間を教えてくださいというメソッドになります。ゲットアワーズというメソッドですね。そして、バーのところに書いてある、アワーというところで、下すぎるので少し上に行きますね。はい。アワーと書いてある、これが、先ほど出てきました変数です。つまり、ボールとかですね。なので、今、ゲットアワーズっていう、なっていうのがオブジェクトなんですけれども、今の、日時から時間を、取るっていうメソッドを使って、アワーという変数、つまりボールとかに一時的に入れました。では、そのボールの中に入った今の時間を画面に出してみましょう。というときには、ここはアワーになります。で、これ、やはり両端にシングルコーテーションが必要ありません。シングルコーテーションを入れてしまうと、ただ単にこうアワー出るだけなので、意味ないんですね。なので、シングルコーテーションを取ってあげましょう。そうしますと、今がですね、まだ19時台なので、19と出るはずです。やってみます。はい、19と出ます。でこれ当然ながら、もうあと20分経つとこれが20に変わってくれるんですね。コンピューターが自動的に今の時間というのを測って出してくれる。
で、ここまでは、コンピューターでできるんですね。ですが、例えば、今テキスト57ページ目にありますが、今が午前なのか午後なのかを教えてほしいというのは、実はいくら探しても、JavaScript にはそういったメソッドが準備されていません。ちょっと JavaScript のリファレンスを見てみます。はい。で、ですね、こちらを見ていきますと、はい、ちょっとちっちゃいですが、こうですね、例えば、今、getHours というメソッドを使いましたけれども、getHours がここにあります。getHours。はい、時の値を得るということで、今の時間を得るということで、ね、でその仲間にいろいろなものがあります。例えば、getDate、これは引くことになりますし、getDate、これは曜日の値ですね、getMinutes、これが分の値、getMonth が月、getSeconds が秒というような形で、いろんなことを教えてくれるメソッドというのが準備されているんですが、残念ながら、今が午前か午後かっていうのを教えてくれるメソッドは存在しません。じゃあ、どうしたらいいかと言いますと、そこからがプログラマーの腕の見せ所なんです。今準備されているこのメソッドと、この後紹介する比較演算子などを使って新しい動きを作ってあげるということをしてあげます。で、その時にですね、いきなりプログラムを書き始めてもなかなか分かりづらいので、僕らもよくやるんですけれども、まず最初にその動きというのを、考えていきます。これをアルゴリズムを考えるとか言うんですけれども、例えば今が午前か午後かを知るっていうのをコンピューター的に考えていくとどうなるかっていうと、まあ、すごく分かりやすくいけば、今が午前であれば午前と表示するですね。で、そうでなければ午後と表示するということです。日本語で考えるとそういうことですよね。でも、残念ながらこのままだとコンピューターの JavaScript には翻訳できません。なぜかというと、今が午前であればというこの条件はコンピューターには理解できないんですね。で、コンピューターに理解できる、ものっていうのは何かっていうと、ですね、はい、こちら今テキストの58ページ目の右側に図がありますけれども、比較演算子というもので表せるものだけになります。比較演算子っていうのは言葉は難しいんですけれども、要するに、小学校の時に、勉強した不等号ですね、もしくは等号、あれで表せるものです。なので何かと何か、 A と B が等しい、もしくは A より B の方が大きい、小さい、 A が B 以上であるとか、そういった、何か比較をする条件に、変換することができれば JavaScript に翻訳することができます。ということはちょっと考えてみていただきたいんですが、まあ、これはちょっと簡単、初級編ですね。今が午前であるというのを比較演算子で表すためにはどのように言い換えることができるかというのをちょっとだけ考えてください。30秒ぐらい。まあ、もう浮かんでると思うんですけれども、ただですね、ちょっと、難しいというかややこしいのが2つぐらい言い方があるんですよね。そのどっちかなんですが、はい、いきますね。まず1つ、今の時刻が 12より、まあ、未満と言いましょうか、12未満ですね。今の時刻が12未満、0から11までだったら、午前であるということです。これで比較演算子ですね、未満というのは比較演算子で表せますので、これで JavaScript に翻訳することができます。でもう一つの言い方、または、今の時刻が11以下ということもできますよね。同じです。どっちでもいいんですけれども、じゃあちょっとここではですね、こっちを使っていきます。今の時刻が12未満であれば午前と表示して、そうでなければ午後と表示するというスクリプトを組んでみましょう。でその、スクリプトはですね、テキストの、57ページ目のところに出てきますが、 JavaScript でいうと if という、スクリプトで、描くことができます。ではちょっと実際に書いてみますね。はい、はい、ここですね。ではいきます。ちょっとさっきのやつは忘れていきます。あのデートっていうやつは忘れていきまして、ここまでちょっとあのハリボテとして書きました。そうですね。でちょっと今日のところは省略しないでいきましょう。 window.alert
はい、午前です、午後ですという、メッセージがあります。で、if のこの括弧の中に条件を書くんですけれども、どういう条件になるか。例えば、今が19時台でした。で、19時台が12時台よりも、12時未満であれば午前ですし、そうでなければ午後ですと表示されるので、この場合だと午後ですと表示されるプログラムになっているんです。動かしてみます。はい、午後です、表示されてますね。はい、こういう形です。では、例えばですね、今日の午前中にこのスクリプトを実行したと仮定して、これを、じゃあ11時にしてみましょうということなんですが、これは今度は、12未満になりますので、午前ですと表示されるはずです。やってみます。そうすると午前ですと表示されますね。はい、これで、スクリプトの基本的な作りが出来上がりました。あとはこれを今の時刻を知りたいので、さっき作ったスクリプトの応用ですね。さっき作ったのはこういったスクリプトになっていました。が、hour というのに今の、時間というのを、入れていました。保管していたので、そのこの now hour というのを使ってありますね。ではいきます。まず最初にここにこれをくっつけてあげて、バー now イコール new date、 これ決まり文句で、バー hour イコール now.get hours、 これが今の時刻を知って、それを hour というボールの中に入れてあげるということです。そしてこの hour を11の代わりに書いてあげます。そうすると、はい、プログラム完成です。hour というこの変数ですね、ボールの中に入っているものが12未満であれば午前ですし、それを超えていれば午後ですという形になります。実際やってみましょう。午後ですと表示されるはずです。はい、きちんと動きましたね。ということで、これが比較演算子というものになります。で、そうですね、例えばなんですけれども、ちょっともう少しプログラム変えてみましょう。今度はですね、今の時刻が、ちょっと待ってください。その前に、これで、スクリプト完成なんですけれども、ぜひですね、スクリプトを作った後にすぐに安心しないでください。この後、デバッグ作業というんですけれども、ちょっと書きますね。デバッグ作業といいまして、いわゆるバグですね、プログラムに異常がないかどうかを、でというのはなくすという意味ですけれども、そのバグをなくす作業というのを行っていかなければいけません。例えばなんですけれども、今これですね、今の時刻で午後と表示されましたということで安心してしまうかもしれないんですけれども、もしかしたら違う時間に実行すると、変な、プログラムにな、変な動きになってしまうかもしれません。なのでその場合は、この hour というこの変数をですね、上書きというのをしていきます。つまりここで今の時刻を取ってるんですが、強制的に hour に今度は0を入れてみますですね。そうすると今の時刻が何時であろうと、この hour というのは0になりますので、これでもう一回動かしてみましょう。午前かなということで午前になっています。そして、じゃあ今度は9時にしてみましょう。9時も午前ですねということでやってみると午前です。正しいですね。で、じゃあ今度11にしてみましょうと、抜き打ちで何個かこう入れてみます。全部はやらなくていいと思いますと、午前ですね。で、12になると、午後になるのかなということなんですが、やってみますと、ここですね、ここですということで、正しく動いてそうです。あとはまあ23とかを検査すれば十分かなという気がするんですが、このように、その変数というものの中身をゴロゴロ書き換えてあげて異常がないかどうかを検査するというのも、スクリプトを組む、人たちにとっては非常に重要な技術です。はい、ということで、これである程度スクリプトが完成しましたということなんですが、もう一つですね、やってみましょう。例えば、ですね、午前、0時の時だけ、午前0時ですというふうに出すというスクリプトをやってみたいと思うんですが、等しいという、比較演算子がですね、JavaScript は非常に特殊です。もちろんテキスト58ページ目の先ほどの比較演算子の表の一番上を見ていただきたいんですけれども、等しいというのはイコールを3つ重ねないといけません。1,2,3 ですね。で、通常ですね、統合、等しいという意味は算数で習ったのはこのイコール1つなんですけれども、スクリプトの世界ではイコール1つというのは、全然違う意味を持ってしまっているので、見ていただくと分かるんですが、これですね、変数に値を保管するときに、このイコールという記号を使ってしまっているので、等しいという記号はイコールを3つ重ねます。で、ここに12と書いて、
ちょっとつまんないんで、じゃあ2にしましょうか。2にして、午前2時の場合、牛蜜時ですと出しましょうか。はい。で、そうでないときは、そうではないですと。ということで、ちょっと適当なんですけれども、午前2時の時だけ牛蜜時ですと出しますというスクリプトです。やってみると、今これそうではないですね。で、じゃあデバッグしてみましょう。アワーを2にしましょうということで、やると牛蜜時です。出ます。ですが、このですね、比較演算子、ものすごく書き間違いやすくてですね、初心者の方、大体これイコールにしてしまうことがあります。で、これイコールにしてしまうと何が困るかと言いますと、実はプログラムが正しく動かなくなるんですが、それだけならいいんですけれども、ファイヤーバグに出てこなくなってしまうんですね。ここですね。見ていただくと分かるんですが、今これ、牛蜜時ではありません。今19時内なんで牛蜜時ではないんですけれども、このように牛蜜時ですと出てしまっています。で、正しく動いていません。ですが、ファイヤーバグを見てみても、やっぱり、何も出ていません。一体どこが悪いんだろうということなんですが、これもですね、ファイアバグを使っていただくと取り除くことができます。ちょっとテキストを飛びます。104ページ目ご覧ください。で、少し進んでいただいて、ですね、どこら辺がいいかな。あ、はい、テキスト105ページ目のところですね。はい、ブレイクポイント機能というのがあるんですけれども、もしそのエラーメッセージが表示されていないのに、なんだかプログラムの動きがおかしいという場合ですね、このブレイクポイントという機能を使ってあげると、その、異常を見つけやすくなります。そこで使うのがですね、この先ほど出てきたスクリプトというタブなんですけれども、これクリックしてみてください。すると、今ここの画面に表示している JavaScript が、出てきます。あと HTML も出てきますね。はい、そしてこの中に、こうですね、ここですね、行番号が出ています。34行目36行目という形で出てるんですけれども、ここでですね、36行目のあたりをクリックしてみてください。行番号のところ、あれ、ちょっと待ってね。あ、はい、よいしょ、こうですね。あ、行番号のもうちょっと左がいいですね。この辺クリックします。そうすると赤いポッチがつきますね。はい、これがブレイクポイントです。ブレイクポイントというのは、スクリプトの動作を一時的に止めることができます。ブレイク、ブレーキですね、の、ポイント、点です。ではちょっとこれでですね、もう一度この、文章を再読み込みしてみましょう。すると36行目のところに黄色い矢印が出ました。これが今この部分で、JavaScript の実行、動作が止まっている状態です。で、この状態でこのですね、Hour というところにマウスカーソルを当ててみてください。そうすると下に19って出てますね。これは今この Hour という変数、ボールの中に19というのが入ってますよということがわかります。つまり今の時間はうまく取れてるんですよね。なのに牛蜜時ですと出てしまって、で、実際ちょっと動かしてみましょう。テキストのですね、次のページのところですね、107ページ目とかを見て、107ページ目を見ていただくと分かるんですが、ファイアバグにこの、ボタン群があります。1、2、3、4、5個あるんですけれども、再生ボタンとかですね、ステップ、イン、ステップアウト、ステップオーバーというボタンがあります。これはですね、今ブレイクポイントで、JavaScript を止めました。この状態から一気に動かすこともできますし、ちょっとずつ動かすこともできるんです。これもファイアバグの機能で、もうこれは手放せないですね。一度使い始めてしまうと。では、ここではステップオーバー、ステップオーバーを使ってみましょう。はい。一度ボタンをポチッとクリックしました。そうすると、黄色い矢印が今度37行目に移ってます。で、やっぱりこの if の判断がうまくいってないんですよね。アワーは、19だったのに、この中に入ってきていました。で、その状態でもう一度アワーにマウスカーソルを当ててみると、なぜか2になっています。これがそのプログラムがうまく動いていない原因ですね。結論としてはですね、これはこのイコールの部分を、1つしか書かなかったので、このプログラムはアワーに2を、保管するっていうプログラムにしかなっていなくて、で、条件が結局うまく判断できないので、こちら側に移ってきちゃったというだけになっています。ということで、ここまでくればこの1行36行目が間違えているということがわかるので、ここを直してあげると
はい、そしてもう一度このブレイクポイント設定して再読み込みしてみましょう。あ、ごめんなさい、変なところになっちゃった。36行目ですね。再読み込みします。すると元に戻ってもまた止まってますね。で、アワーのところにマウス当てると19になってます。じゃあステップオーバーしてみましょう。ポチッ。今度は39行目に飛びました。うまく動いてます。で、アワーにマウスカーソル当てると19のままです。で、そうではないですと出ますということで、プログラムの異常を直すことができましたということですね。まあ、このようにエラーメッセージが出てくれるエラーというのは非常に分かりやすくていいんですけれども、スクリプトを組んでいく過程でエラーメッセージが出てこないものっていうのもあるので、このスクリプトタブの、ブレイクポイント、それからステップオーバーという、ステップイン、ステップアウト、これらの機能を使って、そのスクリプトを探っていってですね、間違いを見つけ出すというのも、スクリプトを組むときに非常に重要な技術になります。はい、ちょっとファイアバグをインストールできた方は適当にですね、触ってみていただいて、この辺の動き確認してみてください。で、その次はですね、ループに行きますので、テキストはここですね、66ページ目、テキストだけお持ちの方は、それをちょっとざっと読んでみてください。一度ここまでで何か質問とかありますか？大丈夫ですかね。ではですね、今、7時55分ぐらいになりましたので、一度5分ぐらい休憩しましょう。そちらの時計で8時までで大丈夫ですかね。はい、休憩にします。おトイレとかは扉出て、右方向にありますので、ください。では一度お疲れ様でした。